イバナ・ジェリーシロはセルビアの女子バレーボール選手。ベオグラード出身。ポジションはオポジット。元セルビア代表。軽快な動きと身軽な体を躍動させ、スピード感のあるバレーを展開するセルビア女子代表のウィングスパイカー。ジュニアからのチームメイトアーニャスパソイエビッチとセルビアの両翼を担い、2006年世界選手権で銅メダル獲得に大きく貢献し、 同大会ではチーム1位の167点をマークした。2007年には欧州選手権で準優勝を果たすが、肩の手術のため2007年ワールドカップには出場できなかった。2008年の世界最終予選で代表に復帰し、オポジットからレフトにコンバートされた。同年、北京オリンピックに出場した。2009年までは代表チームでプレーし、その後は、 外れていたが2012年のロンドンオリンピックに出場した。2004から6年にプレーしたイタリアセリエ A のビチェンツァバレーでは高橋美ゆとチームメイトでとても仲が良かった。セルビアゴラテン本時、イバナディライスイロ、ありがとうございます。